皆さんこんにちは、レクセニコ氏弁理士ののとみです。今日は、一期合格コースの、テキストとか補助教材とかですね、講義の内外で使っていくものの、ご紹介をさせていただきたいと思います。まずですね、担当の方からお話ししたいんですけれども、もうパンフレットに、ね、結構溢れるぐらいのいろいろなことが載ってると思うんですね。で、メインになるテキストはあるんです。この、テキストというものがあります。で、これはですね、担当アドバンスと情報量としては変わらないんですけど、担当アドバンス1年目に使われてた担当アドバンスって、中にですね、こう再々過去問が載ってると思うんですよね。で、実際講義でもそれ使ったり使わなかったり、多分どの先生もされてきたと思うんですけど、私はね、ほとんど使わなかったと思うんですね、1年目の講座の中で。で、条文の内容によっては、その実際過去問で、要は事例で、事例を使いながら条文の確認をした方が分かりやすいものもあるんで、そういうものに関してはそのちょっと中に入ってる過去問を使ったりとかするんですけど、実際それだけで足りないんですよね、演習って。だから、その説明するツールとしては機能するし、1年目だと、そういう、どんな場面でどんな感じで出るのかなっていうことが分からなかったりするので、テキストに過去問載ってるのはありかなと思うんですけど、中上級の講座のテキストでね、それ同じようにやっちゃうと、鬱陶しいんですよ、正直。もうそんな分かってるし、そんなレベルじゃないから、皆さんの場合ね。だから、そこじゃないんだよっていうのがあるんで、もう全部その過去問は担当アドバイスみたいには載せてません。別途事例問題集使うので。なので、そういう意味でちょっとこうコンパクトに見えるんですけど、担当アドバイスと比べて。でも情報量は一緒です。だから、そんなに少なくとも少ないってことはないですね。多いことはあっても少ないってことはないですね。で、そういったそのテキストなので、情報量としては十分に、担当合格でも50点マークできるぐらいの情報量をやっていきます。で、やっぱり担当でも論文でもそうなんですけれども、95% は序文から出るんで、担当試験の300枝あるじゃないですか。で、その中の95% は条文から出るんですよ。条文をこう組み合わせながら作ってくる。要は審査基準しか載ってませんとか、判例ですか、分かりませんみたいな、判例バッチリですみたいな、そういうものだってあんまりないんですよ、実はね。そっちがやっぱりこう気になるんだと思うんですけど、でも実際ちゃんと分析するとほとんどは条文から出てるってことは明らかなんで、ちゃんと条文の勉強することが大事なんですね。で、テキストの中にはA ランクから C までのその一つの条文の中でもですよ、一つの条文の中でも、例えばこれ内装の衣装の条文を使ってるのかな。で、これ自体は A ランクなんですけど、この中にいろんな情報が載っていて、すごく重要な条文に基づく情報と、そうでもないよっていう審査基準の情報とっていう風にあるんですよね。で、そこがちゃんと今年のねテキストからなんですけど、明確になるようにしてます。去年までのテキストだと、こう必要な情報と審査基準など、衣装なんで審査基準重要なんですけど、それでもね、やっぱり混在することで重要なものなのかそうじゃないものなのかってことが分かりづらくなってたんですよ。で、そこがやっぱり分かりやすいようにするっていうのを今年実施していて、なので、ここも審査基準ですっていうのがもうビジュアル的にパッと分かるから、審査基準だからそうでもないよねとかっていう判断がつきやすい。講義の中でもつけていくんですけど、ただ講義の中で、じゃあこの部分は重要なんです、この部分は審査基準だからそうでもないですって言ったところで、やっぱり家に帰ってその通りに、じゃあ
把握できてるかっていうと、やっぱりちょっと難しいと思うんですよね。半分くらいかなという印象なんですよ。ちゃんとその講義で指示した通りにできてるっていうのはね。だからやっぱりそこはテキストでもう明確にした方がいいなっていうところで、今年のテキストからはそういうふうにしてるので、もうここ審査基準です、バンって分かるコーナー、審査基準のコーナーみたいな感じで分かるようになってるから、そこはちゃんと慶長がつけていけるかなと思います。でそのメインのテキストに、付随してつけていくのがこの枝別問題集ですね。で、去年までのものよりちょっと枝を増やして、まあ、ちょっと減らした部分もあるんですけど、全体的にはちょっと増やして枝別問題集を並行していきます。というのは、例えば北条の遺書を勉強しました、ですぐそこでちょっとそのインプットができてるかってことを確認するためのアウトプットツールなので、なのでアウトプットの演習力というよりもインプットツールとしてこれは機能するというふうに考えてます。これをだからインアウトのハイブリッド講義でやっていくっていう形ですね。でお家に帰ってからの対策もしっかりやっていただきたいと思ってます。というのは、例えば1500時間ね、これよくベーシックの方に言うんですけど、1500時間で受かりますよって言った時に、じゃあその1500時間のうちの講義でベーシック講義で使うのって300ぐらいなんですよ。だから自宅学習がうまくいかないと当然もやっぱ受からないわけですよね、1200の部分がね。だからそのために、条文穴埋め問題集というものを使っていただいて、条文の読み込みをうまく機能するようにしたりとか、であと判例対策に関しても、どこが担当のポイントになるかという、論文とやっぱりちょっと違うからね、担当の観点からのチェックポイントを明らかにする判例集を使ったりします。うん、なのでこの辺がやっぱり担当の皆さんのそのちょっとこうなんていうのかな、補助輪になるかな、担当のインプットの補助輪になるかなっていうところです。でこのルールブックはPCT のルールブックなんですけど、まあ必要に応じてって感じですね。例えばだからその講義の中で積極的に使うっていうよりも、どちらかというとその自宅学習の中でここはもうちょっと見ときたいなっていうところだったりとか、まあ、担当実践答練とかでちょっと新作の問題が出た時に必要になるケースなんかもあるので、まあ、そういうちょっと念のために使っていただくっていう形でいいのかなと思います。なのでまあメインとしてはですね、メインのテキストがあり、で枝別問題集があり、で穴埋め、条文穴埋めと、であと判例テキストという形でやっていきたいと思います。はい。で論文の方なんですけど、論文の方も同じような感じで、インプットをね、こううまくできるようなツールとしてフィリングシートというものを使っていきます。で講義のメインで使うのはフィリングシートで、で皆さんが実際その中でですね、ここを覚えとかなきゃいけないというものを集めたというか、そういうものだけを残したもので、ミニというのを使っていく。だからミニは皆さんの自宅学習のためのものですね。であとその論文で、まあ、何をしなきゃいけないかっていうところのトゥードゥーリストを使ったりとか、であとここもやっぱりインとアウトのハイブリッドでやっていくために、アウトプットテキストを並行して使っていただくっていう感じになりますね。なのでちょっと見ていただきましょうか。こんな感じの、メインで使っていくのは、なのでこのフィリングシートっていうものを使っていきますね。でこれはまあ見開きで定義趣旨から始まり、でその、まあ、条文の説明だったりとか、最後まあ法上の取り扱いとか効果とかそういうのがあったりとかします。でプラスアルファでちょっとこうやっといた方がいいようなところも載っています。でこの中で、まあ、すごくそのカットして短くまとめたものがこのミニで、これ英語サイズなんですね。だから皆さんがこう持ち歩いて、で電車の中とかどこか例えばカフェだったりとか、そういうところでもちょっとこう手に取ってこう確認しやすいサイズになっているので、実際その講義で使うのはこれだけれども、皆さんが実習でちょっとこう持ち歩いて使うためのこうものなので、これも完全に自宅学習用ツールで、講義で開いていくいただくことがありません。だからもう持ってきていただく必要もないものですね。だから持ってきていただいて講義で使っていくのは、これがインプットはメインになります。で、まあ、要は面にしたものですね、これ。点を線にして面にしたもの。さっきの担当のテキストは線にしたものぐらいな感じですね。担当なので。で、それに、こう、理由付けとか、解釈とか、ちょっと肉をつけて、
面にしたものっていうのがこのフィリングシートですね、論文対策ですね。でこの面にしたものを使いながら、でここで学んだ知識をじゃあ実際出題としてはこんな感じで出るわけではないですよね。だって一行問題ってまあわずかだから。でそれをちゃんと事例で聞くときにどういうふうに聞くのっていうところで確認しながらアウトプットテキストを使っていきます。でアウトプットテキストは今言ったそのこれの使い方、このインプットしたフィリングシートでインプットした知識の使い方をしていくので、どんな風に解説するかというと、メインはやっぱ答案構成です。だからこの事例問題の問題文に対してどんな風に題を取り、で構成用紙をどう使っていくのか、答案構成ってどうやってやるのかっていうところを実践形式でやっていくっていう感じですね。だから構成力っていうのは論文力なんですよ。だから答案構成見れば合格答案書けるかどうかもわかるんですよね。なので答案構成がうまくいかないのに合格するわけないんですね。この試験そんな甘くないですよ。皆さんもわかりますよね。で、解けてないのに書けるわけないってことですよ。答案構成ができないってことは。だからその解けたんだけど、じゃあそれが試験の先生にちゃんと解けたよっていうことが分かるように書かなきゃいけない。これが答案構成なので、私は解けてるんだけど、でも答案見たら解けてると思えない。説明がちゃんとできてないってことになると解けたっていうふうに思ってくれないわけだから、で相手への説得力なんて、その解けたっていうことをいかにして組み立ててこう説明するか、っていうことですよね。だからそこのやり方っていうものをこのアウトプットテキストでやっていくって感じです。だからもうこのフィリングシートとアウトプットテキストはもう離せないものですね。もう本当に同時並行でやっていくっていう感じです。で、講師の推しって書いてあるんですけど、これがまさしくね、補助輪なんですよね。自転車でいうとこの補助輪な感じなんですよ。で、判例集は去年までも使っていたんですが、判例集を配布しただけだと、結構なね、方が、この中でどこを覚えたらいいんですかとか、この判例ってどこがキーワードなんですかって聞いてこられるんですね。で、確かに判例丸まま書くってことはないじゃないですか。事例問題で組み込んでくる、判例を組み込んでくること多いし、それだけで一問って問題ってまあありえないので、だからその、どの判例だったらどの部分を覚えて再現しなきゃいけないか、何だったらキーワードとしてそのまま覚えなきゃいけない言葉とかもあるので、それをね、見える化したっていうのが今年の一つ特徴なんですよ。普通の判例集もあるんですよ。で、これの穴を開けたものを別途用意してます。別冊で用意してます。で、そうすることで、どの部分を覚えなきゃいけないかってことと、覚えたことの確認ができるんですよね。問題集みたいなものなんで。で、それを使っていただいて、ちゃんと判例をやれるようにしようと。で、判例やっぱり出るからね、論文は。担当だと何とかできると思う。結論さえ分かってれば何とかできるし、何だったらそこで1点落とすだけで済むんですけど、論文はもう致命傷になるでしょ。だからやっぱね、発せないので、で、結構出るから、やっぱ判例出ますよっていうことを言ったら、よりね、皆さんは恐怖に思うんですよ。どうしたらいいのって。だからそこをやっぱり見える化して、で、補助輪を、与えていこうっていうのが、今回新しく作ったものになります。趣旨もね、あるんですけど、その趣旨も虫食いにして、趣旨を覚えていただくっていうのもあるんですよね。で、趣旨もやっぱりね、しんどいんですよ。自分でやるのは。で、どこ覚えていいか分かんないから。で、そこをやっぱりこう、虫食い穴を開けて、ここ覚えようねっていうのも見える化するっていうところもあるから、そういう感じでちょっと使っていただければなと思います。はい。なので、初級よりも中上級のコースの方が、まあ、手取り足取りだなと思うと思うんですね。初級の時そんなない。まあ、判例集だった判例集だけなんですよ、うちのクラスも。だけど、中上級はもう本当に手取り足取りなんですけど、まあ、それだけね、2年目、3年目の過ごし方って難しいんですよ。
2年で抜けるっていうことはそんな簡単なことではないんですね。で、変にやっぱ知識にムラがあるし、誤解もあったりするんで、誤解してるところとかをちょっと見つけなきゃいけないっていう作業もあるしね。で、インプットするって言っても結構その何て言うんですかね、その新鮮じゃないんで、もうこれからやることっていうのは新鮮ではないでしょ。最初に触れる知識じゃないから、だから定着しにくいってこともあると思うんですよね。だからそういうところも踏まえて、ちょっと手取り足取りなんだけど、かゆいところに手が届くようにやっていこうというふうに思っていますので、まあ、ぜひですね、使っていただければなというふうに思います。はい、では、教材の、紹介はこれで以上となります。